が行くようになったのは3年ぐらい前からなんですけど、すごいあの家族ぐるみで可愛がっていただいてて、ご主人も奥さんも妹みたいに可愛がっていただいて、すごくあのいいご夫婦、いい奥さんでした。奥様とも面識があって、奥様とは特にもう一緒に LINE 交換して仲良くしてて、私のいつも飲みに行ってたんですけど、私のワンちゃんの介護状態になった時に全然飲みに行けてなかったら、ママが倒れちゃったらワンちゃん面倒見れないよって言ってご飯作って持ってきてくれたりとか、途中大丈夫、ママ大丈夫って言って心配してきてくれて、でワンちゃん亡くなった時も一番にお花持ってきてくれて一緒に泣いてくれて、すっごくいい人でした。娘さんも本当に可愛いので辛いです。いや、川崎帰ってられたの で会えなくて、私は仕事があるので全然タイミング悪くて会えなくて、もう今日休みだったので絶対顔見に行こうと思って、一度地震があった2日ほど後には一度会ってるんですけど、その時はもう遺体をどうやって、それ以来川崎から今もう探しに来るってことで来てるって聞いたので、それ人づてだったんですけど、聞いて必ず絶対顔見に行こうと思って見たのが OK です。久々に会われたの、いや本当に寂しいですよね。本当に仲良い家族だったので、いつも楽しそうで、もう本当に泣いたっていうのはもう分かります。本当に辛いと思います。先ほど2人でお花の前でお話されてるとか、はい、忘れてましたけど、どんな思いを知らせたいですか？いや、あの建物を覚えてたので、それが一瞬でこうなるんだねっていうお話ですね。その例えば横にあのビルがなければ助かってたかもしれないじゃないですか。で、本当数秒でこうなってしまって、で挟まってた場所ここにいたんだよって教えてくれて、そういったお話とか、やっぱチューリップがあったんですけど、本当にあ、ゆかりちゃんらしい花だなと思って話してました。このお店の味はどんな？このお店はあの沖縄料理中心だったんですよ。輪島には他にも美味しいお店たくさんあるので、輪島のものを出してもしょうがないっていうことで、逆にないパターンのお料理されてたので、それはまた珍しいものだったので美味しくて、あとやっぱり雰囲気ですよね。この夫婦の毒舌も入ったりするんですけど、その会話も楽しくて、それで結構行ってた方もたくさんいらっしゃいましたね。お近くにお住まいで？私住む近くです。このご近所の方やったら小島が大体知ってる。そうですね、みんな知ってると思います。ないですね。ずっと街の中ずっと同じ景色なので、例えば復興してって街並みが変わっていった時に、あの店ないんだ、この店ないんだ、あの人もいないんだってことが、これからきっと実感していくのかなって思いますね。今はまだいなくなったことがを受け入れなくちゃいけないっていう時なのかなっていう、まだなんか
なんかまた復興したら立て直して会えそうな気がしてるっていうか会いたいですね、また。今日はもう読みます。今日は午後に戻って。